久美浜湾付近の空中写真。1976年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。省、久美浜湾周辺省中域地図省、広域地図西部日本海側、兵庫県境近くに位置する。久美浜湾は、京都府京丹後市の日本海沿いに広がる石湖。日本海に面しており、山陰海岸国立公園に含まれている。景勝地としてよく知られ、久美浜湾と黄山縁母は、1971年に、京都府が企画し京都在住の日本画家12名に、府内の名所を描かせた、Kの百景にも選出され、樋口達氏によって描かれ、1973年、京都市内で開催された、展覧会に出品された。湾と称しているが、商店峡と呼ばれる砂州によって、日本海と隔てられている、汽水性の石湖である。商店峡は三河川から流出する土砂からなり、神殿造りの池の形に似ていると言われる、自然美を形作っている。久美浜湾と日本海の間には、1913年に人工的に開削された、幅30メートルの溝口と呼ばれる、運河状の細い水路が通じている。閉鎖性が高いことから内湾と外海の水の交流が悪く、川から流れ込む水により水質悪化が進み、さらに川から淡水の流入があるため、湾内は年々淡水化している。潮流を改善し、漁場を正常化するため、1972年から水路の拡張開削工事などが行われた。東から佐野谷川、川上谷川、久美谷川の三河川が、久美浜湾に注いでおり、いずれも周囲に小規模な平野を形成しているが、それぞれ全長4から 20km の小河川で、水量が少ないため、農地の灌漑などに利用されているのみである。西岸からは、貸段丘である、大明神岬が、半島のような形で突き出し、東南岸にある兜山と西北岸にある如意地岳は、山姿の良さから、久美浜湾のシンボルとなっている。一帯は1961年に、山陰海岸国定公園に指定され、1963年に、国立公園に昇格指定された。久美浜湾は、国立公園の東の端に位置し、山が海に迫って、岩石海岸が続く、他の部分とは異なり、久美浜湾に面した日本海沿岸には白砂の砂浜や砂丘が形成されている。2008年には久美浜湾の牡蠣養殖が京都府指定文化財に選ばれた。2010年には京都、兵庫、鳥取の3県にまたがる山陰海岸が国際的に貴重な地形や地質のある自然公園、世界ジオパークに認定された。日本海に面して約 6km にわたって砂浜が続いている。久美浜湾は京都府内で唯一の大白鳥の定期的な飛来地である。大白鳥は11月初旬から12月初旬にかけてシベリアから飛来し、神崎地区沿岸部で越冬した後、2月から3月にシベリアに飛び立つ。1982年には過去最多の54羽が飛来したが、2000年代には年間1、2羽まで減少した。牡蠣やズワイガニなどのシーズンである冬には観光客が多く訪れ、1980年代半ばから行われている牡蠣、魚祭りには毎年2万人ほどの来訪客がある。湾の周囲には久美の浜温泉、久美浜シーサイド温泉、商店峡温泉、上野温泉、木津温泉、夕日ヶ浦温泉などの温泉が点在し、久美の浜温泉郷という総称を持っている。総じて40度から60度の高温で、低調性弱アルカリ性温泉と分析され、1990年には20万人以上の浴客があった。1922年には、商店峡付近に海水浴場が設置され、昭和40年代には利用者数が10万人台から30万人台に急激に増加した。100メートル沖合で水深 1.3 メートルの遠浅であり、網野町まで約6キロメートルにわたって海水浴場が広がっている。西岸の兜山山麓には、キャンプ場や芝生広場などが整備されており、標高192メートルの山頂にある展望休憩所からは、久美浜湾北部が見渡せる。山頂まで舗装道路が整備されているが、鉱山地区から徒歩で登るハイキング客も一定数いる。また、波が穏やかであることからカヌーが盛ん。京都府立久美浜高等学校カヌー部は、世界大会に頻繁に選手を送り出している名門校である。ウィンドサーフィンや水上バイクも人気がある。1932年、丹後木津駅久美浜駅間に鉄道が開通して、宮津線に組み込まれ、久美浜駅と丹後上野駅が久美浜湾に接続する役目を果たした。1962年には、久美浜駅丹後上野駅間に鉱山駅が新設されている。同じ年に、丹後半島一周道路が完成して、宮津市方面へのアクセス性が向上した。現在、丹後半島一周道路は、国道178号線として使われている。ありがとうございます。